地球の自転軸の採差運動と2万6000年周期の数百年単位の気候変化について説明します。4800年前のエジプトの天体観測の記録等によれば天の北極は移動しています。地球の自転軸が赤道面に垂直な方向から傾くと、自転する地球の上空の荷電粒子に衝突する太陽風の方向が傾くので、地球の大気の熱帯流が影響を受けて変化します。 太陽風と地球の上空の過電粒子が時期的に結合する証拠があります。月を周回する探査衛星の家具や月期とともに地球の影の部分を横切るときにだけ、地球に由来する酸素イオンを検出しました。太陽風が惑星の大気を周回させている証拠として金星の大気があります。太陽風が時点が二百四十三日の金星の大気を四日で周回させています。 金星の夜側のスーパーローテーションは、昼側の大気の回転運動よりも規則的ではありません。並走する過電粒子は時期的に結合するので地球の大気は太陽風によって周回を続けています。空気の平均自由工程が非常に短い地上には太陽風は到達しません。 西から東に旋回する太陽風が赤道付近では直撃するので地球の大気は東から西に運動して貿易風となり中緯度では西から東に運動して偏西風が吹きます現在の時点軸の傾きは23.4度東に傾いていますそこで北半球の南側から北側に向かう太陽風により地球の大気が運動します北半球は陸地が多いので温度の変化が大きいです 現在は夏に氷河が後退して温暖化が進んでいます南半球では大気が北側から南側に移動しますが海の領域が広いので大気の温度の変化は少ないです北半球では陸地の面積が広く気温の季節変化が南半球より大きいです最近は都市の活動が気温に影響を及ぼしています自転軸の傾きにより北半球の氷河が発達したり後退したりします 13000年前は太陽風が地球に北側から吹き付けていたので、北半球の冬の季節の大陸で氷河が発達しました。氷河の拡大によって地球の寒冷化が進行しました。地球の反対側の南半球の夏の季節では海洋を長時間照射しますが海上の気温の上昇が少ないです。 大気は低緯度側から高緯度側に移動しますが海洋の領域が広い南半球の温度変化の上昇は少ないですそこで1万3000年前は氷河時代になりました採掘運動の進行により6500年前頃には地球の自転軸の傾きが変化して太陽風の方向が石同面と平行になり大気が同じ緯度を移動し続ける時代になりました アフリカでは水蒸気が同じ地域に雨になって降ったので湿潤の地域が拡大しました6500年前頃高動面と赤動面が一致していたので太陽風の方向が一年中同じ方向になりましたこの時代に人類は定住して農耕を始めましたこの頃の日本は 太平洋高気圧の影響を受けて、日本の東側の海岸の海水面が上昇して、海岸が内陸に前進した縄文海進と称される時代でした。まとめます。地球の自転軸の再三運動は太陽風を介して地球の長期気候変動を引き起こしたと説明しました。